ベイスターズの先発は小園でした。初回先頭バッター、復帰2戦目の藤原、豪快なスイング、高く上がった打球、ライトがバックしますがフェンスを越えました。先制のソロホームラン、先頭打者ホームランを藤原が打ちまして1点先制です。一方千葉ロッテマリーンズの先発は田中風紀、1番2番とフォアボールで出塁を許しまして、知能もヒットで出塁、このデビナーダブルプレーの間に三塁ランナーの村川が帰りまして、ベイスターズすかさず1対1の同点に追いつきます。さらに2回の裏、9番の田中俊太、逆方向にヒット、ヒットで出塁の松尾が2塁から一気に帰ってきました。これでベイスターズが2対1の逆転に成功。すると今度は3回の表です。ここでタイムリーが出まして藤原が帰ってきます。山本大斗のタイムリーヒット、2対2の同点に千葉ロッテマリーンズが追いつきまして、さらに攻撃は続きます。7番の三木、レフト前ヒット、ランナーが1人帰ってきまして、二塁ランナーも一気に帰ってくるんですが、いい送球が帰ってきました。さらなる追加点とはなりませんでした。村川の素晴らしい送球がありまして、まあ、なんとか3対2でとどめたというところでした。そして4回の裏、この回先頭バッターの小深田三振で倒れた後の松尾志音、狙いすましたかのようなソロホームラン、ベイスターズもここで同点に追いつきます。当然ここままではゲームは終わりません。今度は5回の表、先ほどタイムリーを打ちました山本大斗、レフトへのツーランホームラン、マリーンズ5対3勝ち越しに成功。そして7回の裏でした。この回先頭の松尾志音、ちょっと体勢崩れながらもツーベースヒット、今日3安打。でこの後3塁まで進んで8番アンバギーのこの3サードゴロの間に松尾が帰ってきます。1点を返しました。7回の裏ベイスターズ、点差が1点差に縮まります。そしてエスコバが9回の表マウンドに上がりました。150キロ台のストレートも投げ込んでいたんですが、福田が帰ってきます。ここも山本大斗、最終回貴重な追加点を挙げました。点差が2点に広がった状態で千葉ロッテマリーンズ、最終回のマウンドに上がったのは唐川優希です。松尾志音が倒れて、その後代打上皇レフト前ヒット、そして代打西巻デッドボールで出塁、田中俊太倒れて代打藤田レフト前ヒットで満塁となります。2アウト満塁で2番の森の打順、最後はこのピッチャーゴロ、2アウト満塁となりましたが、千葉ロッテマリーンズ9回のマウンドを託された唐川優希がなんとかしのぎ切りまして0点に抑えて6対4、千葉ロッテマリーンズが勝利を収めました。